皆様、今日も秀久模型をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画はマイクロ S さんから模型化されました113系関西線快速色の開封動画をお送りいたします。じゃじゃん、マイクロ S さんの A9586 113系関西線快速色冷房改造車4両セット、それでは開封します。てってれー。おー、1973年10月1日、関西本線奈良港町間の電化が完成し、101系、113系が配置され、113系にはパールホワイトを基調に、春日大社の鳥居にちなんだと言われる朱色の帯を巻いた専用塗装、関西線快速色が塗装されました。関西本線の快速電車は6両編成で運転されていましたが、奈良線、桜井線、和歌山線などの私線用は4両編成で運用されていました。1989年より221系が登場し、関西本線から引退するとともに、網干電車区から冷房改造、延命工事施工済みの車両が転属されてきました。この模型は1991年秋季以降に見られた奈良電車区 NL407 編成で、両線当社で異なるヘッドライト形状や冷房改造の形態などバラエティに富んだ網干電車区当時の陣容をベースに、伝統の関西線快速色に装いを変えた特徴ある姿を再現しています。ということでね、この特徴ある車両を見ていきましょう。このセットは A9571 113系網干総合車両所 F6 編成4両セットの先頭車を基本としたバリエーション製品となります。はい、それでは模型を紹介してまいります。こちら先頭車クハ111の154号車です。こちらの車両は1967年4月帝国車両で製造、高槻電車区に申請配置されました。1978年9月に網干電車区へ転属、1989年に高取工場で冷房改造されまして、1991年7月に奈良運転所へ移動、1992年に関西線快速色となりました。ということでね、半年から1年ほどはですね、湘南色で奈良運転所でね運転されていたと思われます。こちらヘッドライトはシールドビーム改造されておりまして、お椀型のタイフォンカバー、そしてこちらWAU102 というクーラーが搭載されていて、こうね、特徴的な姿をしております。続いては中間車のモハユニット、まずはパンタなしの電動車モハ113の127号車です。そしてパンタ付きの電動車モハ112の127号車です。こちらのねモハユニットは1966年8月に緊急車両で製造されまして、高槻電車区に申請配置されました。1976年に大鳥電車区、その後秀野電車区、1985年には奈良電車区へと転属されております。そして最後はクハ111の430号車です。1966年8月近畿車両で製造されまして、高槻電車区に申請配置されております。1973年に宮原電車区、1986年に網干電車区へと転属し、 JR 移行後1991年に奈良運転所へ転属されております。こちらは原型ライト、そして団地型のスリット式のタイフォンカバー、こちらのクーラーは集中式の AU75 が搭載されております。でこちらのセットなんですけども、付属パーツはなく、こちらシールが付属しております。それではこの後は恒例の秀久公式形式写真でお楽しみください。ではどうぞ。このセットは両端のクハが個性的で興味深いセットとなっていますよね。今後走行シーンの動画も公開いたしますので、その時はご視聴よろしくお願いいたします。本動画もご視聴いただきましてありがとうございました。